トップオブレグザ有機、うわ最新のマイクロレンズアレイというものを使ったパネルなんですよ。あ、後ろに行った。そうでしょ。あ、戻ってきた。レグザチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。声優の小岩井小鳥です。そしてレグザブランド統括マネージャー本村です。こんにちは。こんにちは。さあ、来ました。来ましたね。トップオブレグザ有機 X9900N シリーズ、いよいよ完成です。いやー、すっごい、めっちゃ綺麗ですね。見てこれ、このコントラスト、ピーク軌道、もうなんか現実を超えてきますね。すごいよね。画面の高画質もさることながら、デザインも超シンプル、すっきりミニマル。そうですね、もう本当に薄い薄い薄いな。端子もしっかり 4K と HDMI 入力ついてるし、録画用もついてるし、もちろんタイムストマシンの USB 端子もついてるし、オーディオ光出力も出てるし、万全。この新しいレグザ X9900N シリーズは 65V 型と 55V 型の2サイズ展開です。で、なんつってもこのパネルはね、最新のマイクロレンズアレイというものを使ったパネルなんですよ。なんか新しい単語出てきましたね。レグザ初採用です。このマイクロレンズアレイっていうのは、UQL で発光した光を効率的にこう前に向かって光らせるような仕組みになっていて、だから輝度がめちゃくちゃ高い。さらに、レグザ独自の3層ハイブリッドアルミ高冷却システムっていうので、マイクロレンズアレイパネルの裏側にアルミのヒートシンク、放熱システムを3枚もつけてるので、すごく効率的に冷却ができます。電流いっぱい流して光らせてもですね、実は見てみて、そんなにパネルの表面の温度が上がってないの。本当だ。そうでしょ。熱ってやっぱりパネルにとってダメージが大きいので、効率的なパネルと冷却システムと相まってですね、輝度も出しながらパネルに優しい放熱システムということで、この輝度が実現できていると。エンジンはレグザエンジン ZR-α、 最高のエンジンでこのパネルを駆動して、レグザ史上最高画質を目指した UQL モデルがいよいよ完成です。やっぱ美しいもんな。素晴らしい。そのエンジンとパネルのパワーを使って、さらにコントラストを最大化するためにですね、C によって適切な輝度ブーストを行って、黒ではしっかり引き締めて、色鮮やかで光り輝く高画質を実現しました。さらに暗部開調、すごく重要で、暗部での開調が滑らかだとリアリティが増すんですよ。今回は新たに暗部開調の表現力を上げることで、リアルでナチュラルな人肌とかね、細かい奥の方のシーンのちょっとした違いとかも綺麗に出せるようになりましたと。そして、AI を使った高画質システムを実現、これ夜景のシーン綺麗でしょ。綺麗なんだけど、 AI 進行画質をオンにすると、見て、もっと綺麗だ。びっくりした。今急にピーク輝度が上がって、コントラスト黒締まるでしょ。ですね。これは花火、花火もまあこんな感じで綺麗なんだけど、さらにほら、黒が締まって光が輝くんですよ。ほら、で格闘技、もう綺麗なんだけどオンにすると、ほら、もうリングの輝きがピカッと光って、後ろの観客しか締まるからコントラストがすごくなって、本当にね、リングサイドで見てるみたいな高画質。そしてレグザの得意技、気になるバンディングノイズね。これ本当だ、この年輪みたいなね、愛嬌段差がドン消えます。綺麗、素晴らしい。これいいよな。でこのモデルはもちろん見て、人の顔ちゃんと見せて、さすが。人の顔には人の顔の処理をして、背景には背景の処理をする。黄みがかったような、これ編集で少し黄色にシフト、カラーシフトしてしまっているコンテンツなんですけど、ほら、綺麗。接触感がすごい出ますね。そしてもちろんレグザのフラグシップにふさわしいミリ波レーダー搭載してます。見て見て、ちゃんと小鳥さん見つけてます。ですね。見つけてくれてますね。そうでしょ。で、近くにいるときはノイズが目立たない画質に搭載して、ちょっと離れて視聴してるなって精細感、際立つ調整をすると。さらにね、音に関しても、見てる位置からちょっと離れていくと聞き取りやすい音にしたりもします。音に関してもやってくれるようになったんですか。進化しました。すごい。で、なんといってもオーディオなんだけど、今年の UQL はオーディオにもめちゃくちゃ力が入ってる。楽しみだ。なんと18個ものスピーカーを搭載していて、最大出力 180W っていう高音質アンプも入れて、はい、それにドルビーアトモス処理をして 5.1.2 チャンネルの立体音場を再現してます。うわ、すごい贅沢ですね。テレビだけで部屋中が音に包まれるイマーシブサウンド360プロ搭載してますね。実際聞いてみる？聞いてみたいです。おお、すごいねこれ。ですね。めっちゃいい音するやん。立体的。うん、でトップスピーカーがないと、お、これだけになって。あ、本当だ。今トップスピーカーとサイドスピーカーをオフにしてます。オンにすると、おお、全然違う。これは違う。ちょっと重点をオフにしてみようか。はい、あら、お、ペコペコになった。やっぱりこれバズが効いてるね。オンにし、オンにします。おお、すごい。これはすごい。これ皆さんもね、やっていただけるとね。そうそうそう。これね、店頭でも体感できますので、ぜひ使ってみてください。で、これで立体音響を聞くと。もう部屋中から聞こえるような素晴らしいオーディオですね。楽しい。ちょっと聞いてみよう。はい。じゃあ聞いてみましょう。このコンテンツはドルビーさんが作ったアトモスを体験するためのコンテンツで、光ってる場所から音が出ます。で、立体音響に感じるかどうか。チェックしましょう。あ、後ろにいた。そうでしょう。あ、戻ってきた。ああ、回ってる。すごいよね。ああ、上下も回ってる。これテレビの音だけで鳴ってんだよ。これがすごい。ちゃんとこう部屋みたいにするととても反射して部屋中から音がするでしょ。本来これやろうと思ったら、たくさんスピーカーを置かなきゃいけないじゃないですか。そうなの。そのセッティングも大変だし。大変だけど、これテレビ置くだけ。すごいの。ちょっとオフにしてみようか。これね、今トップスピーカーとサイドスピーカー立ってるの。オフにします。ここでなってる。オンにします。ほら、広がった。すごいよね。じゃあさ、次にちょっと音楽聴いてみよう。はい、どう？音楽もすごい立体的。プリンプリ電気さんの新曲なの。これなんですか？楽曲をアトモス処理して立体音響に感じる。ほら、出てきた。なるほど。回ったでしょ。ピロ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 。回ってました。こんな立体的なんだ。すごいシステムですよ。さらにオーディオキャリブレーションついてるので、セットアップの時はね、部屋に環境に合わせて音をチューンしてくれるので、このマイクに向かって、リモコンについてるマイクに向かって音を出すと、こんな感じで音を収録収音するといい感じに測定できます。そして音声メニューも進化しました。もちろん最新のネット動画に対応してます。でね、ダイレクトボタンすごい数でしょ。本当だ、いいですね。全部で13個。見たいネット動画にダイレクトにアクセスできます。さらにマイチョイスボタンっていうところは、この中でダイレクトボタンがアサインされてないネット動画を選べるの。例えば AppleTV 登録したから、これでアプリ、バンダイチャンネル登録しておけば、このマイチョイスにバンダイチャンネルを選ぶと、ここでマイチョイスがバンダイチャンネルのダイレクトボタンに変わります。で、さらにはこう HDMI とか外部入力をダイレクトボタンにアサインすることもできますので、便利です。そしてレグザといえばタイムシフトマシン。もちろんフラッグシップモデルに入ってます。やったー。いつでも番組をオープニングから楽しめる、初めにジャンプボタン、本当に便利ね。便利ですね。そして過去番組表ボタンを押すと、放送済みの番組表がずらりと並んで、見たい番組を選んで決定して見るだけ。本当に便利。本当に。そしてジャンルで選ぶんだったらざんまいボタン、アニメ三昧、ゴルフ三昧、バラエティ三昧、本当に便利です。いいですね。カーソルで選んで決定して選ぶだけ。これはタイムシフトマシーンプラス自動で録画した番組も BS の番組とかも集まってくるんで、本当に便利ですね。で、さらにネット動画でこの三昧を使うこともできます。例えば BS 地デジのゴルフもありだけど、U-NEXT のゴルフも見たいなとか、YouTube のゴルフも見たいなとかの、このまますぐ選べばいいですね。見れちゃう。そしてね、新リスト便利、見てこの歌番組のシーンがずっとリストになってるので、ライブをやったらゲストの方が歌ったシーンとかですぐ飛ぶの。今回宇多田ヒカルさんが歌ってるのよ。これ決定するね、決定。ほら始まりましたね。すごい。さらにミルコレが進化してミルコレ番組ガイド、推し活をね強力にサポートしますよ。ありがたい。さらに番組コネクトであの番組ってどこでやってたっけとかいうのがあるじゃない。これ助かりますね。配信元とか放送録画済みのやるとかすぐ探せます。そしてなんて言ってもスクリーンミラーリング、AirPlay 2、これ便利なのよね。便利ですね。ビデオ通話やると本当に楽しい大画面で。そうですね。お仕事にも使えますね。その通りです。パコもつなげます。さらに進化したゲーミングメニュー。はいはいはい。でね、これさ今 HDMI に接続してるゲームの信号情報をちゃんと見れる。それからゲームセレクト、明るさ検出、バックライト、ガンマ調整、標準表示、詳細設定までこのゲーミングメニューからいけちゃう。すごい。ここでもうすべて一括して見れちゃうんですね。そう、ゲーミングモニターみたい、便利ね。照準も出ますからね。おお、いいですね。やりやすい。ということで今回は 4K 有機 EL レグザ X9900N シリーズをご紹介してきました。本村さんいかがですか？いやもうね、今年のレグザの有機 EL の進化は半端ない。そうですね。パネルポテンシャルが大きくアップして、エンジンパワー炸裂で、オーディオも大幅強化ですね。そしてもちろんタイムストマシン三昧ですね。もう最高です。店頭でも試してほしいですね。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントや共有もお願いします。それでは、さようなら。バイバイ。